エリザベス・ピーボディエリザベス・パルマー・ピーボディはアメリカ合衆国の教育者でアメリカ合衆国で最初の英語で教育が行われる幼稚園を開いたことで知られている彼女は他の教育者たちよりもはるかに早い時期から子供の遊びが本質的に発達や教育において固有の価値を持っているという信念を抱いていたピーボディの業績には 1844年に初めて仏教の仏典の英訳を刊行したということもある。ピーボディは1804年5月16日、マサチューセッツ州のビレリカに生まれた。彼女は内海のナサニエル・ピーボディとエリザベス・パルマーの娘で幼い頃をセーラムで過ごした。1822年から彼女は基本的にボストンで過ごし、教育に携わっていく。 彼女は作家になり、超越主義運動の中で脚光を浴びる人物となる。1834年から1835年、彼女はボストンのアモス・ブロンソン・オルコットの実験的なテンプルスクールで彼の助手として働く。学校が閉校した後には、ピー・ボディはオルコットのドイツの模範をもとにした幼児教育の哲学と彼の学校の計画を 網羅した学校の記録を出版した。彼女はその後、ロストンの自分の実宅でエリザベス・パルマー・ピーボディズ・ウエスト・ストリート・ブックストアという書店を開いた。マーガレット・フラーが幹事を務めた会話の会が開かれたのもこの店である。第一回の女性たちの会合は1839年11月6日に開催された。議論や対話のトピックスは美術、 歴史、神話、文学や自然と多岐にわたっていた。フラーは、エリザベス・タイワーの核として、議論をリードし、女性たちが直面する大きな難問。例えば、私たちは何をするために生まれてきたのか。私たちは、どのようにそれをやればよいのか。あの世に召されるまでにできることはあまりにわずかなのでは、ないだろうかといった問いに答えるのが好きだった。ソフィア・ダナ・リープリー。 キャロライン・スタージスそしてマリア・ホワイト・ローエルといった女性の権利運動の代表的な人物たちがこの運動に参加していた。1840年の外国語の書籍カタログにはドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、そして英語の数百冊の本がリストされていた。その中には以下のようなタイトルが含まれている。一時期、ピーボディは 超越主義の代表的な出版物、ザ・ダイヤルの経営責任者だった。1843年、彼女は、この雑誌の収益が印刷コストをまかなえていない、予約購読は200冊やっとにしかならないとのメモを残している。1844年には、この雑誌は、ピーボディがフランス語から翻訳した、ナム・ミオホー・レンゲ教の一部を掲載した。これが、この物典が、 英語に翻訳された最初のものである。雑誌はその後まもなく1844年4月に廃刊になった。ピーボディが1860年に彼女の幼稚園を開園した時、6歳以下の子供たちの学校教育はほとんどドイツ語での教育に限られていた。彼女はフリードリヒフレーベルの教育方法に特に関心を寄せ、 1867年その教育方法を現地で直接学ぶためにドイツに渡った。彼女自身が開園した幼稚園を通して、また幼稚園だよりと作家メアリーテイラーピーボディマンがいる。ピーボディは数多くの著作を発表しており、そのうちの代表的なものが以下の通りである。ありがとうございます。